はい、皆さん、トライアングルです。帰ってきました、トライアングルさん。はい100連やって、なんと SSR キャラですよ、キャラ一体も出ずという、乙骨雄太の、今事件が起きています。はい、今日できれば40連でとどめたい。150回引きたくない。なんとか自制できるように、とりあえず40連引きたいと思います。はい、はあ、本当に欲しいのよ、マジで欲しいの、この子。私はマジで欲しい、本当に欲しい。天井までは行くから、まあ、ゲットできるのは確定してるんだけど、だけどね、それでも突させたいじゃん。突させないといけないんだよ。特に五条先生なんてさ、最初の呪力プラス10とかないんだから、めちゃんこ強くなるわけよ。50% とかなるんだよね、五突すると。世界が変わるの、いきますの、かっこいいの、五条先生お願い。くぅ、紫髪髪だし、まあ何も演出ない方がいい、演出ない方がまだありがたいけど、もう流れをさ一気に引くといかんのかな、これ。結構実は一気に引いてんだよ。斬死だからもう、落ち着け、危ない言葉が出るとこだった。危ない、いやいや大丈夫、危ねえ。斬死じゃないんだよな、欲しいの。斬死じゃないんだよ、 SSR キャラがね、 SSR キャラが欲しいのね。えかけられるわ。いや、まず闇鍋なのは許すとしてさ、斬死の方が出現率 5% ってやばいって。キャラが 2.5% で、せめて斬死も 2.5% にしてよ。いやー、出現率下げるの良くないよ。良くないよ、本当に運営さん、良くないと思います。ダメだと思います。斬首の確率を上げちゃ、せめて闇鍋で演出なし、ノーエンス、ノーエンスの方がまだいい、ノーエンスの方がいい。せめてもう国戦か五条先生じゃないんだったら、もうノーエンスで行かせてくれ。はい、よし、来た、いやすけすけ、ちょっと、あれ筋肉どこ行った。うん、リスナーさんから筋肉のプレゼントもらったんだよ。あー違う、多分あれだな、ボーイスの外だな。くそ、持ってきたい、頼む、五条先生来てくれ。ようやく SSR 来たんだ。もう泣きそう、マジで泣きそう、本当に泣きそう。お願い、来て、頼む、本当に、お願い。もうやだ、ちょっと本当にさ、これ無理だよ、やばいって。どうすんのさ、ちょっと待って。いやでも SSR キャラ来た、 SSR キャラが来た、 SSR キャラが来て喜ぶ箇所ってどんな箇所だよ、どんなアプリだ。 SSR キャラが来て喜ぶってどういうこと。いや、じゃあケテケン来んな、来るな、来ちゃダメー。パズー来ちゃダメー。いやー、ケテケンだけはダメー、やだ、ケテケン、いやー、うん、来たか、どうだ、うわいやでも文句言えないよ、 SSR キャラ2体来てんだから文句言えない、これは文句言えないけど悔しい。怒りとかの感情は出ないんだけど、ありがたいことだから、ありがたいこと出てるから、しかも何も言えないんだけど、違うだろう。一旦最後頼む、五条先生、ケテケン来るな、K 電源来るな。いやでもさっき K 電源来たからな、まあ、さっき来たから、さっき SR 来たから、頼む、 SSR お願い、五条先生おいで、おー、五条先生こーい、来てくれ、頼む、来てくれ、来い、おい、うわー、こえー、ファンファレ、こえー、かけられるわ。
ハンパレって怖えな。俺の術式。福岡文庫。てかまずさ、一つ言わせてもらってさ、何をしに呪術高専に200連で天井じゃないのやべえよな。いやー普通結構200連じゃない、天井って、天井って250連はえぐくない？運営さん7万5000円だよ。普通6万円だったらわかるけどさ、7万5000はえぐ、もう行く。いやもうバカだよな。そうあると僕引いちゃうからいけないの。だからあるだけ、だから引くだけ分にしとかないといけないの。でも行くな。はっはっはっ、五条悟です。紫ぶかぶかぶ、オッケー、紫ぶかぶかぶ、国戦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 がないとダメじゃん。いやー紫エンスと国戦エンス、あー経験権だけじゃどうなの。 SR SR 終わった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 。もうダメだ、終わったわ。そうか、えぐいえぐいガチャやな。きついね、きついね、きついねこれ。よし、じゃあ今度はイベントクエストのハードやっていきたいなと思います。いやーもうガチャいつ出るんですか、お願いだから本当にもう出してください。オート周回用の、パーティーでいきたいと思います。もうこれがやっぱり結構僕の中で完成形なのでね、もうオートでいきますか。まあ5000なんだからまだまだ普通にやっちゃっていいでしょう。まあでも一応さすがにちょっとオートやめとくか、いくらなんでもね。はい、一応やれるだけやってきます。でその残り100連か、残り100連でまあ紫五条先生が手に入る。うーんでもな、100連って言っても3万円だぞ。いやーなんかさ本当に思うのが、天井200にしてほしい。プラス1万後、普段普通のゲームって結構大体200連が主流だと思うんだけど、それがまあでも仕方ないんだよな。しかもまあそこはあんまりね、僕がその文句言っちゃいけない部分ではあると思うんだけど、そこでもやっぱりちょっとね、もし願いが叶うのであればなんかね、ちょっとさすがに店長7万5000はきっちりな。うーんまあワセロリッカしといて、飛び蹴りしといて、見ててごらんと。 OK、 まあ基本的にまあ一撃は無理かもしれんが、あ一撃だわ、さすがだ。まあ学長のキックはさすがにちょっと厳しいけどね。能力上げて攻撃して、飛び蹴りして、見ててごらんでさよならです。はい、戦闘力もそんなないからね。まあボスがすいませんなんかちょっとむせちゃってる。まあボスだけおそらく、ああこれで終わりだ。まあ、ボスがおそらく3万あるかなぐらいだと思うんだよな。だからやっぱり何度も言って申し訳ないけど、あれだね、そのーハードのさらにベリーハード、そしてエクストリーム来てほしいな。まあ来るとは思うんだけどね、ちょっとできればキャラクターはさ、敵は一緒でいいから、なんか強さのステータスだけ上げてもらえたら非常にありがたいな。別にストーリーもいらないからさ、このなんかノーマルハードの後のベリーハードとかエクストリームに関しては、なんかそこをクリアするっていう目標がねあると余計にいいからね。まあ呪霊仕方ないんだけどね、どうしてもやっぱり呪霊との差がありすぎてちょっときついなっていうところはあるかな。そのボスと呪霊の強さの違いがちょっとありすぎて、うん、どうしてもやっぱりボスだとめちゃんこ強いんだけど、それ以外のこういうね、雑魚呪霊って言い方あれだけどに関しては、うん、なんだろう、もう普通に推奨戦闘力の3分の1ぐらいみたいな感じじゃん、結構正直言うとさ。ちょっとそこが気になってしまうところから、あーてか普通にごめん、赤打たなくて終わったわ、すまない、悪い、やりすぎた、さらばだ、ごめんねごめんねごめんね、さよなら。はい、どんぐらい食らいますか。あ28万ね、オッケー。さあ AP 累計7万6000やったんだ僕。へえ結構消費したね、7万6000。よし、あとは2つ、
まあこれでも一応怪獣揃う集まるからね、行きましょう。で次がボスなんで、次はどうしようかな。このパーティーよりちょっとできれば、何のパーティーだろう。本当は今日紫五条先生使いたかったんだけどな。いやマジで今日五条先生使いたかった。あーでもこれ合わせる理科でいっか。飛び蹴りしといてで見ててごらん。ねえ紫五条先生出せ、俺に紫五条先生をよこせ、羨ましいぞ。コメント欄じゃあやれ、これ当たりました、これ当たりました、そして DM ではすごいと思いませんか当たりました、どうですか、ガチャ結果を送ってくるな嫌がらせか、嫌がらせやめてくれ、めちゃんこ来るの、当たりましたっていうさ、あの DM、 これねそれ善意でやってるとしたらね、苦しませてるだけだよ人を。いや情報はありがたいんだけど、毎回僕がガシャで爆死するためにさ DM が大量に来るのよ、僕は当たりましたって画像付きで。悲しくなるだけだからさ、ちょっとやめてもらっていいですかね。マジでさ、いや運悪いな、認めるから、運悪いな認めるんだ。あ来た来た来た、これこれこれ、夜か、3500ね。じゃあまあ夜虎杖くんとか行きますか。夜虎杖くんの、まあ五条先生はまあ使わして、まあなんでもいいかな。あーでも必殺技すぐ試させたいからトゲくんとか、うん、これでいきましょうか。必殺ゲージが溜まりやすくなるやつ使うか。結構使えるなって思ってるのが、どれだ、野原ちゃんとのやつ、これだ、これがクリティカル出すために、あでもトゲくんはクリティカル技出さんか、まあいっか、普通にこれでいきましょう、呪力が上がるやつ。さあじゃあ夜虎杖くんでもうガンガンいきます。わかんない、その前にやられるかも。あーでもウェーブさんあるからいけるか。最後はちょっと虎杖くんの黒線とかで決めれたら一番いいかな。でも五条先生の赤で終わらせるのもいいな。三段蹴り、攻撃で、どうなんだろう、ストーリー通りにするんだったら五条先生の赤で全てを終わらせるという手もあり。あーでもなかなか今回強いんじゃない。いよいよ、なんと皆さん見てください、1ターン目でたまりました。1ターン目で五条先生がたまるというありえないことが起こっております。まあ、ちょっとさすがに最後に使おう。はい、 あれ僕ネジレール落ちちゃった。ああいいか、いいのか、これで、ウェーブ2ね。じゃあ虎杖くんのじゃあここで黒線使おうか。ネジレールやって黒線打ちます。でまあ見ててごらんで、これでいいかな。はい、まあどうせネジレールで誰も倒せないだろうから、ここにまあ黒線かぶせちゃっていいかな。8万6000、5万8000からの5万8000、20万、サンキュー。さあそして次で終わりでござる。あ一応最大限まで上げとくか。楽しくなってきた。あれまだこれ倒せ、あしまった、ちょっとね、普通にミスったか。あいや倒せるよね、オッケーオッケー。さあそれじゃ終わりだ、君たち赤で全て終わらせようではないか。何でもいいです、じゃあ動かないでください、極度の集中しといてください。規格外の赤紫をゲットできなかった男の怒りを食らいやがれー、この悲しみは。うおー78万、素晴らしい、最強だからね。いやその最強が欲しいんだよ、僕はその最強が欲しいんだ、でも僕はもらえない、当たらないんだ。なんでだ藤木くん、ちょ本当にさ、いいじゃんもう、当てさせてくれよ。あログイン、あレイジバレた、レイジバレた。あちなみにこれ14日目だと怪獣500個ゲットできますので、はい、皆さんぜひ14日2週間ログインし続けましょう、ちゃんと。はい、まあこんな感じかな。はい、というわけでとりあえず今回は、ガシャをやりましたが、はい、まあちょっと実は裏で10回引いたんだけど、あの後、結局160連で、まあ SSR2 体出たのは嬉しいね。はい、なんかちょっと一歩なんか前に進めた気はするんだけど、それで喜んじゃいけないんだよそれで僕は手のひらに踊らされることになるからね、違うんだよ、そういうことじゃないんだ、僕が欲しいのは君なんだ。でね、もうちょっとで天井だから、あと90年引けば五条先生ゲットできるって、違うんだよ、突破したいの、わかる
凸させないといけないの。そのためにはその90連の間に1体ぐらいでも出てきてくれないと、で天井で、まあ、じゃあ1凸できますねっていう、そういうのができるわけじゃん。うん、違うじゃんね、わかる。それをしたいっていうことだけちょっと運営さん忘れないで、あのぜひね、次のね、次のガチャの時は、10連で、最低でも紫五条先生10体よろしくお願いします。はい、というわけでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様でした。バイバイ。